高賀三郎ソータの経験彼は仲間には木早のソウタで通っていた彼の本性を知りたい人は警視庁へ行けば指紋とともにちゃんとわかるはずであるが性などは彼自身さえ必要に迫られて時折思い出すくらいなものでこの話にはあまり関係がない。 ソータは生まれつきの慌てので驚くべく気ハであるある時彼は銀行へ忍び込んで金庫の前の金網戸を開けた中へ入って文字盤をでたらめにひっかきわしていると金庫が彼と共にスーっと上へ上った彼はエレベーターの中へ入っていたのであったある時彼は ある家の雨戸をこじ開けて忍び込んだ廊下の突き当たりにタンスがあったので力任せに押し破ると彼は外へ出てしまったタンスと思ったのは戸袋だったのであるこんな話が仲間内にまことしやかに伝えられるほど彼は慌て者であった多分こんな話は作り事で現に壮多は 銀行の金庫を破るほどの高級な盗人でないことはわかるが手提げ金庫だと思って鉄瓶を下げてきたりラジオのラッパのつもりで水牛の角をさらったりすることは彼にとって浅め前であったこういう粗骨者が長年泥棒を働いてたまにしか捕まらなかったのは一つに彼の幸運に期すべきだが彼が生活のためにしか盗みをしなかったことも大きな原因である 生活のために盗みをするということは大して楽なことではなかったもし蒼太のテテ親が盗人でなく母親がテテ親の刑務所入りの留守中何か生活を支持すべき仕事があったかまたは彼が両親に死に別れたから仲間に羽振りの利く親分に養われなかったら彼は何か別の職業を選んで ものとうわれて一生を送ったかもしれないもっとも彼は一度制御に就こうと思って一度土方をやってみたことがあるけれども恐ろしく力のいる仕事でそれに朝から晩までコツンコツン穴を掘っているような単調なことは彼はとてもやっていられなかった彼は豆だらけの手で一品料理屋の出前持ちになった ところが彼は配り先を間違えてばかりいたその上集めに行く段になると配り先をケロリと忘れていたそれで2日目に向こうから断られてしまった彼はやむなく彼には一番適した野党をなりわいにしたそのかわり彼はむさぼらなかったかなりつつましい生活をして 羽がなくなくくると威勢よく稼ぎに出かけた。ある時壮多は洋館に忍び込んでみたいという欲望を起こした別にどうというわけもなかったが洋館に入ってみたくなった後には洋館にはどうかすると西洋人が住んでいて西洋人というものは家中にむやみに情を下ろし ややもするとピストルをぶっ放すものであるということが分かったのでめったに入ってみたいなどとは思わなくなったがその時は何分初めてのことであるしとにかく入ってみたくなったので彼は昼間めぼしい洋館を物色して歩いたで上野公園の奥うぐいす谷の方へ出ようとするところにこんもりと森に囲まれた3軒の同じような建て方の洋館を発見して 大嫌いな犬がいないことを確かめるとたちまちその真ん中の家に入ってやろうと決心した上野の森の世は早く来ることに時は2月の末で寒さがまだ厳しい折だったから10時過ぎにはもうこの辺りを通る人はないさっきから待ちくたびれた木早の壮多もうたまらなくなったそっと と低い石垣を乗り越えて建物に近づくとこちこちと窓の辺りで音を立てていたがたちまちひらりと中へ踊り込んだ飛び込んだところはもとより勝手などを知っていたのではないがかなり広い部屋で客間らしかった懐中電灯で照らしてみると壁には大きな額がかかっていて床には厚い絨毯が敷き詰められてあり どっしりとした調度が宗太の目にはかなり贅沢に思われた彼はほくほく喜びながらいきなり暖炉の前の棚に載せてある金色をした置物に手をかけたその時である部屋の伝統がパッとついた宗太の牢牌は気の毒なようであった彼は洋館の伝統は 戸口にあるスイッチで外からつけられるものだということを知らなかったのだ続いてドアの外の話し声を耳にすると彼は無我夢中で窓際の長椅子の下へ入り込んだ彼が長椅子の下で腹ばいになって息を凝らしていると扉の開く気配がしてコツコツと足音が響いた二人らしい その人たちは長椅子に近づいたかと思うと、いきなりその上へとしんと腰を下ろしたのである。長椅子はご承知の通りバネがついていて、腰をかける人にはふわふわして気持ちのいいものだが、バネは上から重みが加わるにつれて、幾分か下へ出っ張ることになっているから、下にくぐっている人には不愉快千万で、ソウタは、 押しつぶされたカエルのように手足を伸びるだけ伸ばして腹を床にピタリとつけるより仕方がなかったそれでも上でふわふわするたびにコツンコツンと背中へ硬いものが当たる腰をかけたのは一人は洋服を着た男に違いなかったそろえた足が二本彼の鼻先でじっとしている他に二本 これも人間の足には違いないのだが床の上二三寸のところをまるでタコの足のようにピンピン跳ねてソータの腹先をかすめるその度に彼はせいぜい五分ぐらいしか動かす余裕のない頭を一生懸命引っ込めてそれをよけねばならなかった初めは素足かと思ったが薄い肉色の絹の靴下を履いているのだきゃしゃな。 恐ろしくかかとの高い,靴を履い,ているつまり様子した女の足なのだ男の膝に腰をかけて両足をピンピン振っているのだおおかた両手で男の首にぶら下がっているのだろう宗太はようやくこれは西洋人夫婦だなと思ったしかし彼はそれをすぐに取り消した 日本人に違いないと思った。足で区別したのではない。頭上の会話が紛れもない日本語だったからである。よく来てくだすったわね。女の声。うん。男の声。本当に私待っていたのよ。そうか。あなた、 あれ持ってきてくだすっててきくだうん持ってきたよまあうれしいあなたは本当に実があるわね女の足が急に運動をやめたかと思うとチューという異様な音が聞こえたソー多は思わず小声で畜生と言ったもし長い椅子がもう少し軽いか それとも男の方が腰をかけていなかったら、この時長椅子は女を乗せたまま踊り上がったかもしれない。いずれにしても、ソータが腹を立てたにもかかわらず長椅子がびくともしなかったのは、彼にとっても女にとっても幸せなことであった。あなた、なぜそんなに私をじろじろ見るのあまり美しいからさ。あら。 お世辞がいいのね君くらい美しいと随分惚れ手があるだろうねないわよ誰も惚れ手なんかくれないわそんなことがあるもんか誰だって惚れるよじゃああなたでももろんさでも片思いだから仕方がないあら 片思いいでではないでしょう。私の方がよっぽど片思いだわあらまた怖い顔をするのねあなた今晩はなんだか変だわどうかなすったのどうもしえしないじゃあ機嫌をよくしてくださいなソうたは長いすの下でへたばりながらまたチょッと言った 女の足は相変わらずブランブランと彼の鼻をかすめるきはやの草タ、もう我慢がならなかった飛び出そうとする途端に不思議なことが起こったブランブランしている足の先から靴がパッと床に落ちたいや女が脱いだのだ草太は驚いた かかとの高い女靴がああ簡単に脱げるものとは思わなかったがもっと驚いたことは女の白い手がスーッと上から降りてきて靴に近づいたかと思うとキラリ靴の中へ小さな光るものを落とし込んだ次の瞬間にそそくさと足先で靴を引っ掛けたかと思うとまたブランブラン始めた あやソウタは首を縮めたこの女仲間かなあなた今日は陽気に一つ飲みましょうね上では会話が始まる僕はダメだよあらそんなやぼなことを言わないで飲みましょうよねウイスキーブラン そんなきつい酒はとても飲めないよまあお飲みなさいよ女の細い足がひらりと床についてしばらく見えなくなるとやがて盆の上にグラスの触れ合う音がしてまた女の足が見えた私も飲みますからあなたも飲んでちょうだいだって今日は私の望みがかなってこんなにうれしいことはないんですもの うん。飲むよ。男の不祥不祥を答える声が聞こえた。蒼太はさっきから考えていたが、どうも仲間うちにはこんな女は思い出せない。畜生、太い山だ。ここはきっと陰梅宿に違いない。それにしても洋館なのが不思議だ。陰イなら陰イでいい。 客をくわえ込んで持ち物をかすめるとはふといやつだよしこっちにも覚悟があるぞそう思ってソー太は機械を狙っていたやがて女はまた長いすに腰をかけて足をブランブラン振り出したソー太は不自由な体を曲げてやっと片手を出すとやごろを測って鼻先へやってきた靴に ちょっと指を触れはずみで予期した通り靴はポロリと落ちた彼は素早く手を入れて中のものをつかみ出すと用意しておいた洋服の腕からもぎ取ったボタンを入れた断っておくが蒼太は安物の洋服を着ていた彼はなんとなく洋館に忍び込むには洋服を着ていかねばならんと思ったので。 女は慌てて靴に足を突っ込んだが指輪がボタンに化けたことは気がつかなかったらしいそれからしばらく女ははしゃいでしゃべり続けた男の方は「うん」とか「そうか」とか言葉少なに受け流していたがだんだん返事がなくなったのでやがて辺りがしんとしたきはやの壮多椅子の下で 腹をへこまして肘を張って鎌首をもたげてみると女の足はもう見えないで男の足だけが斜めによじれたようになって椅子から下がっていたじっとして動かないそうたはちょっとつついてみたじっとしている今度は力を入れてつついてみたやはり動かない 少し尺に触ってきたので思い切って突き飛ばすと足はたちまち動いたがすぐ元通りに斜めになって静止する蒼太はそろそろ長い子の下から這い出した立ち上がってみると椅子にもたれて一人の男がだらしなく寝そべっている安心するとともに蒼太はのうのうと大きな伸びをしたが伸びをしているうちに彼はカッと。 となった酔っ払ってグーグー寝ているそれはまだいいとしてあんな女に引っかかるやつはどうせ青二歳の腰抜け野郎だと思っていたところがこいつはどうだ四十男の髭面だどう見たって女に好かれる面じゃないなんというざまだ蒼太はいきなり横っ面を張り飛ばそうと思ったが その瞬間に彼の職業意識が蘇ったキング金鎖が直旗の胸で光っている彼はたちまち直旗のボタンを外した内ぶところを探ると手に当たったのは一束の紙幣天の与えである彼は素早く札束をズボンのポケットに押し込むとさっさとドアを開けて外へ飛び降りた暮らしのための職業だ これ以上は時計だろうが宝石だろうが振り向く聡太じゃない。2窓から飛び降りると例の低い石垣を乗り越えて聡太はすたすたうぐいす谷の方へ歩き出したまだ12時前だ彼は鼻歌でも歌いたいような気分である ものの班長ともいかぬうちに暗闇からもしもしと呼び止めるものがあるそうたは飛び上がった女の声ではあるがよし刑事でないにせよこの夜更けしかも上野の森の中で出し抜けに呼び止められるのはいい気持ちじゃない夜遅く寂しい道を歩いていって暗がりからいきなり白い猫に飛びつかれた経験のある人は 今の壮多がそれだと思えばいい彼は立ち止まって闇を透かしてみたあの暗闇から出てきたのは確かに女だったみすぼらしい身なりで赤ん坊を背負っている遠くの街灯を頼りにおぼろげながらにやつれた顔が見えるお呼び止めしてはなはら失礼でございますが。 あなたは今あのうちからおいでになったと存じますが女は洋館を指し示した壮多はひやりとしたが相手はたかが女一人だええー、そうです平気で返事をしたあれは一体どういううちでございましょうか女の問いは意外である ソータは弱った実は彼にもどういううちだかわからないのだどういううちって彼は言葉を濁した実は私の夫が今あの家にいるのでございます女はちょっと言葉を切った泣いているらしいい,いえあのうちへ連れ込まれたのでございます あの女が連れ込んだのですあ赤間ですあの女はおかみさんはとうとう泣き出した蒼太の好奇心は極度に緊張したあの人があんたの亭主かね四十くらいの年配の髭を生やしたお見かけになりましたかお恥ずかしいことでございます いかにも、あれが夫でございます。夫はあの女にすっかり騙されましてうつつを抜かしております。貧しい銀行員の身で無理苦面をいたしまして。ご覧の通り、私たちには物乞い同様の真似をさして、あの女につぎ込むのでございます。自力で稼ぎましたお金なら男の解消と申すこともございますが、ああ、あの人は、 女は泣きじゃくりながら雄弁に口説き立てるあの人は銀行の金を盗んだのでございます前々からおかしいとは思っておりましたが現在の夫が盗人とは思いもよりませんでした女にうつつをぬかして人様のものを盗むとはなんと見下げ果てたことでございましょう 無論辺りに人はいなかったがこうたびたび盗人と言われるのは壮多にとってはありがたくないことだったおかみさん壮多は言ったもっともだけれどいくらなんでも往来で盗人なんて大きな声を出すのはうしたらどうだい自分の亭主のことじゃないかお言葉でございますが盗人はどこまでも盗人にそうへございません こいつは手がつけられねえなと壮太は心の内で思った災難だと諦めて黙って聞くことにしようおかみさんは涙声で訴え続ける今日も今日とてまた女から無心でも言われたのでございましょう銀行からお金を持ち出したのでございますアコギガウラも度重なればなんとやら 銀行の方でも気がつかずには起きません。先ほど、宅へ課長さんが見えまして、これまでのところはまたの話として、今日持ち出した五百円は、明日の朝までに返しておかねば表沙汰になるかもしれんから、早く、使ってしまわぬうちに連れ戻すようにとのことでございます。私は、この子を背負いまして、反響欄で家を飛び出しまして、 心当たりをあちこちと尋ね歩き、ようやく居所を突き止めたところでございます。けれども、私はどうもあの家へ入りかねるのでございます。女の顔を見るのが、身を切るより辛いのでございます。それに、会わせてくれるかどうかそれさえわかりません。ちょうどお通り合わせのあなた様、 いいのお願いでございます。なんとかお力添えくださいませんでしょうかソータはさっきからズボンのポケットへ手を入れ札束をつかみながらうずうずしていた早く女将さんの話が済めばいいときっかけを待っていたのであるちゃんと500円耳が揃っているかどうかわかるのがとにかくこれはあの男が銀行から盗んできたものに違いない 盗んだ金を盗んだわけで、考えてみりゃ愛子で、この金は俺が授かったものだ。けれども、こうおかみさんに口説かれては見殺しにするわけにはいかない。ええー、もともとだ。返してやれ。彼はこう思ったのである。思ったからには気早のそうだ。おかみさんの話に区切りがつくと、 たた。ちちまち札束を突きつけたそいつは気の毒だだがねおかみさんご亭主はもうその金を持ってないぜきっと女にくれてやったに違いないこれからあの家へ行って吸ったもんだと騒ぎ回っても無事に戻るかどうかわからない第一亭主の恥をさらすばかりだ幸いと私はここに少しばかり持ち合わせがある足りるか足りないか知らないが 課長さんに頼めばどうとかしてくれるだろう。亭主の方の始末は俺が引き受けるから、とにかく、これを持って一度帰りなさい。一気にこう言い切ると、蒼太は驚く女将さんの手に札束を無理やり握らしてキビを返すと、さっさと元来た道に引き返した。女将さんは後を追おうともせず、ぼんやり立っていた。 ソータは元の洋館に引き返すとたちまち窓を破って飛び込んだ中でキャッと異様な叫び声が聞こえたハッと驚く壮太の前に背の高い年寄りの西洋人がピストルを突きつけて立っているその後ろにばあさんが震えている誰誰西洋人が叫んだ。 こいいつはいけねえ。あぶえあぶえ。ソータは手を振った早く出て行くやらしピスタル撃つぞ西洋人はどなったソータはまりのごとく窓から飛び出した何が何やらわからなかったがつまりソータは以前の洋館の隣へ入ったのだった驚いた驚いた ピストル撃つぞときやったどんとやられてたまるもんけソータは隣の洋館に近寄った窓から明かりが漏れているのぞいてみるとさっきの男が直機のボタンを外したまま長いすにながながと寝ている窓から飛び込むとピストルの恨みもあるソータはいきなり男の方を張り飛ばした 男はむにゃむにゃと言っただけでまた眠ろうとする。二発。三発目に、ようやく男は起き上がった。痛い何をするのだ彼は寝ぼけまなこをこすってソウタの立ち姿を見ると、たじたじと後へ下がった。どどだ、誰だき、君は 誰も蜂の頭もあるもんけ鼻の下長くしやがってちった女房のことでも考えろあら乱暴じゃありませんか誰なの女の声が後ろでした振り向くと唇の真っ赤な洋服女無論それがパリの職業女の厚化粧の真似とはそうた知るよしもなかったが虫図が走った おいや、出たな、化け物め指輪をくすねて靴の中へ入れやがって。ソータがなおも言おうとすると、青くなった女はつかつかとソータのそばへ来て遮った。ソータの袖を引きながら小声で言った。誰だか知らないけれども、指輪のことは言わないでください。ねきっとお礼するから。この様子を眺めていた男は、 初めて腹を立てるのに気がついたように怒号した。どこのドイツだ断りなしに俺を殴った奴はへえ、はばかりながらてめえのようなたちの悪い盗っ人には俺の名前は聞かさらねえ。女に熱くなって銀行の金をくすねるような卑怯な奴は、俺たちの仲間にはねえんだ男の顔は、 たちまち真っ青になった。ブルブル震え出して口がきけなかった。ザマビラーソータは勝ち誇っていった。てめえたちや、紳士のソータはちょっと疲れた。彼には紳士に対する女性の言葉が急に出てこなかった。なんとかのだって 俺のように暮らしのために盗みをする者よりよほど心は汚いのだヘブヌスットメ気をつけやがれ次の瞬間に彼の姿は消えた3それからしばらくソータは稼ぎに出なかった さらってきた指輪の宿主の助五郎に見せるとこの親父は踏み倒し屋で仲間から毛嫌いされていたのだがそれでも15円で買ってくれたので暮らしの立つ間は稼ぎに出ないのが壮多の定めだったからであるでも15円の金は1週間とは持たなかった1週間後に彼はまた出かけた洋館には懲りたから今度は日本屋を狙った下町で ちょっと正宅と言った構えの粋なみつきの家が無人らしかったのでその家へ忍び込んだ12時はとうに過ぎていたのだが奥の一間に近づくと明かりが漏れてこそこそ話し声が聞こえる壮たは立ち止まった女二人らしい脳も聞き覚えのある声なのでそっとふすまの隙間から覗いてみると 一人は紛れもないいって洋館にいたきょうは和服でだらしないふうで足を投げ出して座っている足を投げ出して座っている驚いたことにはもう一人の女は例の暗闇から出て宗太をかきくどいた女である化粧などして小ざっぱりとした身なりをしている宗太もさ お前さんが男をだまして金を取るにはいい身なりをして色仕掛けに限ると言ったからさあたいもふと逆らう気になって汚い身なりで泣き落としも男はだませると言ってつい賭けになったんだがああうまくいこうとは思わなかったよおやと壮多は耳を傾けたあたいだって成功していたんだがなああの男は あの晩ちゃんとお金を持ってきたんだものねもっとも値もまずかったの例のからもらった指輪を褒めててねその男は空焼き餅焼きでことに例のと来ると一層焼くんでしょそれになんだか機嫌が悪くってね後で考えれば悪いわけがあったんだがその時は気がつかずさ指輪を見られちゃまずいと思って そっと抜いて靴の中へ隠しちゃったり、お酒を飲ましたり、そりゃ苦心したもんよ。ところが、いつの間にかご存知の泥棒が出てきておじゃんさ。おまけにあの男の前で指輪のことを言い出して困ったわ。それから、男の金も銀行から盗んできたってことを知ってたのよ。あら、銀行から盗んできたのそうらしいの。 あの泥棒が銀行から金を盗んだ卑怯者めというとあの男は青くなって黙っちゃったわ。そう。それじゃあ女房のことを言わなくて言ったようだわよ。女房のことを考えろとかなんとか。じゃああたいが言ったことなのよ。あの家に 私の亭主が銀行の金を盗んで女と一緒におりますってじゃあそれを本気にして飛び込んできたのねさあやきっとそうすると銀行泥棒っていうのはお前さんの作りごとでまぐれあたりだったのねそうよ <laughs> 畜生蒼太は劣化のごとくなった。畜生飛び出して恥をかかしてやろう。だが待てよ。口じゃとてもこの二人には勝てねえぞ。蒼太はこう思うとちょっと二の足を踏んだ。でも、あの泥棒はさっぱりしていていい男だわ。値惚れてもいい。 ソータはちょっと首を縮めて舌を出した。あたいもまんざらではないわ。第一、気前がよし。そりゃ、とったおわしだもの。でも、あ,あ気前よく行くもんじゃないわ。あたい、お前さんの客がさ、お金を持っているに違いないから騙してやろうと構えていたけれども、檻がなくてだめさ。しばらくうちの周りをうろついていると、 あの泥棒が窓から入ってやがて出てきたからちょっと狂言を書いたのだけれどまさか300円くれようとは思わなかったねもう我慢がならなかったソーたは二人の前へ踊り出ようとしたが待て金を取り戻してやろうもう少し様子を見た方がいいと思い直したとにかく賭けは値の負けだから出すわよ この家の主人らしい方が立って、洋団子をコトコトさしていたが、やがて100円紙幣を1枚出して。ありがとう。じゃあもらっとくわよ。300円もまだ持ってるのよ。女は手提げ袋から膨れた紙入れを出すと、その中へ100円紙幣を押し込んだ。その時である。ご用だ神妙にしろ ソータは星に叫んだ。2人の女はキャッと言って逃げ出した壮太はこの言葉がそう効き目があるとは思わなかった第一この頃の警官がこんな旧式な言葉を使うかどうかさえ知らなかったただ講釈で聞き覚えた言葉を応用してみたのだった壮太は落ちていた手提げ袋を拾うと悠々と外へ出た。 これで一、二ヶ月は楽に暮らせるか。だが、木早ということは考えものだな。少し改良しなくちゃいけねえがな。独り言を言い、そうたは、上機嫌で家路に歩いていった。